かなり足元がしっかりしていて、あのやっぱりこの R22 プレートすごく効果が絶大だと思うんですよ。あのかなりハイスピードにも強いですし、めちゃくちゃ安定感があるスキーだなっていうのが第一印象でした。アフレックス感はやっぱりちょっとあの硬いなって感じました。しっかりしてるな。でもその硬いから難しいっていう風な印象も実のところあんまりなくて、切れるターンはもちろん多分すごく得意分野だと思うんですよ、このスキーの。それで私も正直、じゃあ低速とかずらして滑るのどうなのかなってちょっと自分自身も不安があった部分はあるんですけど、ずらせます。しかも綺麗に丸いこうターンコでずらすことができるんで、なのでこちらのスキーはやっぱりこう技術レベル、そうですね、1級からテクニカルクラウンですとかそういった上級者の方に向けては速いスピードでも安定感がありますし、かといってしっかりずらしもできてくれるっていう風な一台になってると思います。本当に一言で言うと、とってもソフティーな優しいスキーだなぁと感じました。ウィンディングがコネクトタイプっていうもので、あのさっきの R22 のプレートとは違うものなので、スキーとしてはあの結構ね、あのそれぞれ特徴があって似てないんですよ。似てないスキーそれぞれすごく別のスキーな感じがして、やっぱりこちらのスキーの方がスキー全体がもうすごく柔らかくて操作しやすい簡単な印象を持ちました。対象者としては、まあ、一般のスキーヤーの方で準指導員検定や指導員検定を目指す方にはとっても向いてると思います。まあそれは何でかって言いますと、やっぱりその操作のしやすさで低速種目なんかすごくやりやすいですし、あと実践種目においてもめちゃくちゃハイスピードで滑るっていうシチュエーションではなく、やっぱり操作性を見せながら基礎パラレルターンをやったりとかっていう風なことが多いと思いますので、そういった方に向けてはすごくいいおすすめのスキーになってます。そうですね、軽いですね。あとやっぱりその全体こう柔らかい感じの印象が一番、まあ、そのさっきのものとはちょっと違うかなっていうのは感じましたね。1台でどちらもできますし、まあ、その柔らかいから切れないかっていうとそうでももちろんないですし、しっかり切れる滑りもできるので、やっぱりどっちもいけるスキーかなってすごく思いました。